大山平一郎は、日本の指揮者、ビオリスト、室内楽奏者、教育者。現在、長崎音楽祭音楽監督。米国のサンタバーバラ室内、管弦楽団音楽監督兼常任指揮者。シャネルピグマリオンデイズコンサート、シリーズアーティスティックディレクター。及び、ザ・チェンバー・プレイヤーズメンバー。博多出身の両親のもと、京都府に生まれる。父、平四郎は、石庭の研究を志し、戦後京都へ住み始める。復活幼稚園、ノートルダム学院小学校、京都市立烏丸中学校に進学する傍ら、5歳からバイオリンを中心に音楽教育を受ける。東邦学園女子高等学校音楽科、東邦学園大学音楽学部を卒業後、1968年より英国ギルドホール音楽演劇学校、1970年より、米国インディアナ大学にて、さらなる研鑽を積む。5歳より、バイオリンの最初の手ほどきを受ける。その後、シスターメリー・ポーロ、宇塚達夫、小竹、山田宗次郎、東儀裕二、角三郎にバイオリンを師事。全日本学生音楽コンクール、西日本地区の小学校、中学校の部門で入賞。東邦女子高等学校音楽科で、江藤俊也、斎藤秀夫に、東邦学園大学音楽学部で、角三郎に師事。1966年、日本音楽コンクールバイオリン部門で入賞。1968年、英国に渡り、イフラニ・イーマン、ウィリアム・プリース、サーストン・ダートに学び、ギルドホール音楽演劇学校を卒業。この間 BBC ベートーベン、室内楽コンクール、カールフレッシュ国際バイオリンコンクールに入賞。英国領事館音楽奨学金を日本人として初めて受賞。2年間ダートの指揮する古楽器スタイルアンサンブルのリーダーを務める。1970年には米国インディアナ大学でウィリアム・プリムローズ、ルッチェーロ・リッチ、ジョーゼフ・ギンゴールド、ヤーノ・シュシュターカー、メナヘム・プレスラーに師事。インディアナ大学コンクールではバイオリン、ビオラ両部門で同時優勝を果たした。東大学で2年間の研修の後、客員講師としてバイオリンとビオラの指導をする。1972年、ルドルフ・ゼルキンが音楽監督を務めるマルボロ音楽祭にプリムローズの推薦でビオリストとして参加。同音楽祭には1973年、1975年、1976年にも招待され、ミュージックフロム、マルボロのメンバーとして5回の全米演奏旅行に参加している。この後、多くの国際音楽祭に招待され、著名な音楽家とも共演する。1973年、カリフォルニア大学サンタクルーズ校助教授に就任。翌年、全米の音楽登竜門である、ヤングコンサートアーティスト賞を受賞。この受賞で5年間、ヤングコンサートマネージメントのメンバーとして、室内楽、ソロリサイタル活動に専念。1979年にカルロ・マリア・ジュリーニが率いるロサンゼルスフィルハーモニックの首席ビオラ奏者に任命される。アメリカのトップメジャーオーケストラ史において東洋人として初となった首席器楽奏者契約はその後13年間にわたって継続された。同時期に指揮者としての活動も開始するが、ビオリスト、室内楽奏者としての活動も引き続き行っている。1990年にはアンドレ・プレヴィンらと共にモーツァルトの弦楽四重奏曲のレコーディングを RCA で行った。現在、ザ・チェンバーズ・プレイヤーズの一員でもある。1981年、米国にてバイオリン・ビオラ奏者として活動する傍ら、チョン・ミョンフンの推薦でクロスロード学校弦楽合奏団の指揮者となり、本格的に指揮活動を始める。同合奏団において、以後12年間指導を行い、米国演奏会の最前線を担う人材を多数、輩出、教育者としても高い評価を受ける。1982年に、サンタバーバラ室内管弦楽団、1985年には、ノースウェスト室内管弦楽団の音楽監督兼、指揮者、1986年には、ラホヤ室内楽音楽祭の芸術監督に就任。同年、ロサンゼルスフィルハーモニックを指揮、翌年アンドレ・プレビンに同楽団の副指揮者に任命され、定期コンサート、ハリウッドボール公演、青少年ロサンゼルスフィルハーモニック夏季トレーニングオーケストラを指揮する。1990年にはリオン歌劇場管弦楽団、ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団を指揮して、ヨーロッパデビューを果たし、翌1991年には、京都市交響楽団を指揮して、日本デビューを飾った。以降、客演指揮者として、世界各国のオーケストラと共演を重ねる。1991年には、ロサンゼルス日米交響楽団の音楽監督兼指揮者に就任。翌年には、同交響楽団と日本演奏旅行をする。1992年には、サンタフェ室内音楽祭の芸術監督に、また1993年にはニューヨーク州のカユガ室内オーケストラの指揮者兼音楽監督に就任する。1999年から5年間、九州交響楽団の常任指揮者、2004年から2008年まで、大阪シンフォニカ交響楽団ミュージックアドバイザー、及び首席指揮者を歴任した。レコーディングはこれまでに、コロンビア、フィリップス、ノンサッチ、RCA、ステレオファイルで録音を行っている。日本エビカで日本ピアノ界の重鎮であった園田隆弘と共演、九州交響楽団を指揮してのベートーベンのピアノ協奏曲全集とブラームスのピアノ協奏曲1番を録音した。2005年に福岡市文化賞を受賞。2008年には首席指揮者を務めた大阪シンフォニカ交響楽団が第62回文化庁芸術祭優秀賞を受賞。現在、米国のサンタバーバラ室内管弦楽団の音楽監督兼常任指揮者を務める。また、シャネルネクサスホールで行われている若手音楽家の支援活動、シャネルピグマリオンデイズのアーティスティックディレクター、若手音楽家育成などを目的とした、長崎音楽祭の音楽監督など若手の育成にも力を入れている。他、読売年間2016年版 P502。ありがとうございます。